蒲田更新曲は、川崎豊と、曽我直子のデュエットによる日本の歌謡曲。原曲は、プラハ生まれの作曲家、ルドルフ・フリムルが1925年に制作した、オペレッタ、放浪の王者の中の、放浪者の歌。その旋律に、堀内慶三が歌詞をつけて、松竹映画、親父とその子の主題歌として発表された。 1929年8月に日本コロンビアからレコードが発売されて流行化となり、松竹キネマ、蒲田撮影所のところ歌としても採用された。後に映画、蒲田更新曲の主題歌として使用され、1982年10月21日に松坂慶子風間森を平田光の3人によるカバー版が日本コロンビアから シングルレコードとして発売された JR 東日本京浜東北線鎌田駅では発車メロディとしてこの曲を使用している。また、この曲の替え歌が加藤博一の応援歌となった。塚公平作、演出の儀曲、及びそれを原作とした小説、映画、テレビドラマ作品、本校で衝術、熱海殺人事件、 ロマンス等と並ぶつか公平の代表作の一つ。新選組の撮影真っ最中の京都の映画撮影所が舞台。肘方歳三役の俳優、倉岡銀四郎を中心に繰り広げられる人間味あふれる活劇。クライマックスシーンの10メートルの高さの階段から転がり落ちる階段落ちは圧巻。1980年第15回。 木ニア演劇賞を受賞。後に小説家、映画化されている。また、続編として、鎌田高新曲完結編、銀ちゃんが行くが制作された。東映京都撮影所は、5年に一度の大作、新選組の撮影に湧いていた。なんといってもその売りは、撮影所自慢の高さ十数メートルの歌詞の木の、大階段で撮影するダイナミックなクライマックスである。 池田屋に打ち入った新選組大使がスタントを担当する大部屋役者を大階段の上から切り落とし壮絶に落下していくその様を大迫力で映し出して映画を締めくくるいわゆる階段落ちであるもちろん落とされた役者はただでは済まない軽くて半身不随重ければ死亡という多大なリスクが付きまとうしかし 撮影所の大部屋にすし詰めにされて、日々を過ごす大部屋役者たちが、それと引き換えにたちだけスターになれるのが、この映画だった。この年、肘方歳三役でその主役を張るのは、倉岡銀四郎だった。彼には、自分を銀ちゃんと呼んでたうやすという大部屋役者がついていた。二人は、スターと大部屋という奇妙な組み合わせでありながら、それ以上に、 奇妙な関係を持っていた。銀、四郎の恋人であり、その子を見ごもった女優、水原小夏を、彼は出世のために、安に押し付けたのだ。妻の腹の中にいるのが、自らの子ではないと知りながら、夫となった安は、大部屋として危険な役をこなしてお産の費用を出そうと、する。結婚してからも、銀ちゃんに惚れ込んでいた、小夏の心は、 子供の父親として頑張る安江と次第に移っていく。が、そこに、小松が、自分にとって、最も大事な女性だと気づいた、銀四郎が戻ってくる。1982年のかどかは松竹映画の、配役。1980年の初演時の配役。1983年、TBS テレビドラマの配役。小松、松坂慶子、根岸敏恵、大原玲子銀。 白を、風間森を、加藤健一、沖正佐康、平田三江本明、江本明智子、高道家立花、原田大二郎監督、蟹江慶造、平田三斉藤春彦。徳山、岡本礼、山田、塩寿生富、江野木表江太子、高野白を追部屋、A、石丸健二郎、雄二、萩原流れ、誠、坂井俊也助監督、 清水昭弘カメラマン、佐藤誠也康の母、清川虹子今は、塚公平事務所出演俳優で、原作公演にも、映画版にも出演していた俳優。1980年11月、塚主催の劇団、塚公平事務所によって、紀目国アホールで初演された。この時の演題は、銀ちゃんのことであった。塚は1982年に一旦演劇活動を休止し、 劇団を解散した。解散公演では本作が再演された。その後も1999年、2000年、2006年とたびたびキャストを変えて上演されている。また、1994年には続編となる鎌田更新曲完結編銀ちゃんが行くが初演された。井上秀則の演出で、 劇団新幹線が1983年5月13日から15日に、大阪阪阪急5オレンジルームで上演。白石京子、岡本康子、井上秀則、枯れ暮れ治む、渡辺一慶家計十三、坂本善二、ジャンキー鈴木、坂本ちらのほか銀ちゃんの恋と題し、石田正也の巡職、演出で、宝塚歌劇団により、 宝塚バージョンとして1996年に初演。劇作品の上演用劇曲を塚公平自身が小説化した作品。初出は野生時代1981年10月号発表の銀ちゃんのこと。鎌田更新曲と解題、歌筆の上、同年11月に単行本化され、1982年1月には第86回直木賞を受賞した。 なお、直木賞の選表で、選考委員の一人、五木博之は、鎌田行更新曲が天皇制と身分差別についての、加芸文学であることを見抜いていると、塚自身がその著書で述べている。1987年6月には、続編となる、銀ちゃんが、行く鎌田行更新曲完結編が刊行されている。儀曲を、塚か平自身が、映画向けに脚色し、 深作金次が監督した映画作品。1982年に松竹と角川春樹事務所が共同制作した、いわゆる角川映画として松竹系で公開された。同時上映はこの子の7つのお祝いに。TBS は制作に名前を連ねていないが、資金不足を補うため、完成前に角川春樹が TBS に放送券を売って、 放送権料という形で3億円を出資している。舞台の段階から各社で映画化の争奪戦があり、企画は、東映プロデューサー、佐藤正夫と書かれた文献もある。塚公平が自ら監督して、フジテレビ資本で映画化するという構想が最初だったが、往年の松竹鎌田をタイトルにした作品とあって、松竹ではこれを他社でやられては、会社のメンツに関わると、 必要に映画化権獲得に動いた。塚は、鎌田更新局の映画化より1982年の大晦日に、テレビ東京が、紅白歌合戦にぶつける、塚版、中心蔵を制作することにかけていて、出版元の角川書店が、この番組の大手スポンサーにつくことと引き換えに、塚から、鎌田更新局の映画化権を取った。角川春樹は、 仲の良い東映社長の岡田茂に、東映での映画化を提案したが、岡田から、楽屋落ちの話なんて誰が見るのかと断られた。これを聞いた小竹が角川に、猛アタックし、角川から、企画、制作、宣伝もすべて、角川方式にするという条件を飲まされ、映画化権を得た。東映に、顔の利く角川が、 原作の舞台になっている東映京都の渦政撮影所を使うことを決めた。当時の日本映画界を席巻していた角川映画とやっと念願の提携を果たした小竹であったが、撮影は小竹の撮影所でなく、あえて東映の京都撮影所で撮影するという異例の試みが取られた。弱体化した日活が、 東方配給のホリプロ映画や東映配給の角川、映画に撮影書をレンタルした例はあるが、本作では、小畜は、配給だけでなく共同制作会社であり、メジャー映画会社同士で他社の作品を撮影するのは、映画界始まって、以来の人事。監督も、東映出身の深作金時であり、こうしたねじれがあったせいで最初は、東映側、 松竹側の双方で圧力があったという。もともと、鎌田更新局は、松竹の鎌田撮影所を舞台としているものの、塚公平は、東映京都撮影所の大部屋俳優である塩字章の階段落ちの逸話を、テレビ、徹子の部屋で塩字が語ったことで知り、モデルに執筆したものであり、実際は、時代劇前世紀の東映京都の話として、描かれている。 撮影時の東映京都撮影所の所長だった高岩淡氏は劇中の銀ちゃんは東映の西木ちゃんこと中村金之助をイメージしたようだと語っている深作金次は1981年の青春の門撮影後に松坂慶子主演野上達夫脚本で五木博之原作の時の墓を映画化したいと小竹の大田明プロデューサーに要請し 金沢の品藩を終え、金田ロケの段取りをつけるなど、かなり制作が進んだ段階で、深作と野上が、時の墓の制作中止を織田に申し出た。後処理の難航で、松竹は、かなりの損害を被ることが予想されたため、小田が二人に代替案を要求し、野上が、魚影の群れを、深作が、田辺聖子原作の、休暇は終わったと、松竹が企画として挙げていた本作。 鎌田行更新曲を出していた。深作の監督就任で制作が一気に進んだ。配役は小畜作品ということで、まずヒロインの小夏に松坂慶子が起用された。銀四郎と安については難航し、プロデューサーの角川の提案で松田優作に銀四郎役の出演依頼がなされたが、松田は辞退し、結局スケジュールの余裕がなくなったことから、 塚作品の舞台に数多く出演していた風間森夫と平田光が主役に起用され結果的に二人の出世作となった。風間が深作に指名されたのは撮影直前のことだった。小畜の幹部は風間も平田も知らなかった。また映画でキャリアのない平田に対して深作は舞台のままにやってくれたらいいと気遣ってくれたという。 有名な階段落ちの階段は、芝居では階段のセットはなしで上演されたが、映画では実際に階段落ちをやった。東映京都スタジオに高さ約8メートル、35段の階段セットを組み、1982年8月13日に撮影が行われた。スタントも最初は平田光自身がやる予定だったが、舞台も控えていて深作が、 怪我はさせられないと言ったため、平田には上から6段だけ落ちてもらい、以降の29段は JAC 所属の猿渡光太郎がやった。階段のヘリにゴムを貼り、ウエットスーツを着てのスタントであった。京都ロケでは当時中学生だった檜山慎二郎がセリフなしのエキストラとして出演していた。深作はデビュー当時、岡田茂に言われた映画の要素なく、 笑う、握るの三拍子が揃ったと自負した。DVD に収録されている特典映像には撮影風景やカットされた没シーン、銀ちゃんが射程とすき焼きを食べてその伝票に驚くシーンや廃墟ホテルでスタントマンがマットの上へ落ちるシーン等が収録されている。上述の通り、岡田茂は角川にヒットしないと言ったが、 配給収入は17億6000万円と大ヒットを記録。アンコール上映も行われた。それまで、角川映画は大量宣伝によりヒットしていた。一方で、話題先行で質が伴わないという風評があったが、本作によってようやく作品的にも評価されるようになり、第6回日本アカデミー賞をはじめ映画界の各賞を多数受賞した。 大量の宣伝スポットによりヒットしてきた角川映画において口コミ中心で面白さが伝わり大ヒットしたことも角川映画としては異例であった。松竹の野村義太郎は自分たち松竹映画の過去を象徴する鎌田更新曲というタイトルの映画を東映出身の深作金次に撮られたことに生き通り4年後の1986年に自らプロデューサーとして 映画、キネマの天地を企画した。鎌田撮影所時代を経験している小畜のカメラマンだった、厚田優うはる鎌田更新曲、キネマの天地のどちらも鎌田撮影所の当時の雰囲気が出ておらず、それは無理もないとしながらもやっぱり物足りないと評している。1984年1月2日の新春スター格し芸大会では、 一がや更新曲というタイトルで本作のパロディコントが放送された。主役は、安で、安役は、西条秀樹が演じ、クライマックスの大階段落ちシーンでは、高さ6メートルの階段をスタントマンなしで、実際に、西条が転げ落ちた。シナリオ、決定版。鎌田更新曲と題して、DBS の日立テレビシティにて、 1983年6月22日に、前編、6月29日に後編と、2回に分けて、放送された、テレビドラマ。銀死老薬の沖雅也が6月28日に飛び降り、自殺したことから、翌日の後編の放送分は、話題となった。キャストスタッフ TBS、1991年年末、ドラマスペシャル。12月30日に放送。 放送時間は21時22時54分。キャストスタッフ決定版。鎌田更新曲に関するカテゴリー。銀ちゃんが、行く鎌田更新曲完結編に関するカテゴリー。続、鎌田更新曲銀ちゃんが行くに関するカテゴリー。銀ちゃんが行くに関するカテゴリー。ありがとうございます。